どうもこんにちは。C コンパイラーを作るの最終回になります。今日は特にやることはないので、まあ感想とかを話をしていければなと思っています。で、今回私が参考にした資料の話を最初にしたいなと思います。で、今回参考にした資料は、テイレイヤーを知りたい人のための C コンパイラー作成入門というもので、ルイさんという方が書かれてます。で、私はなんでこれ知ったのかっていう話をすると、 えっと、ルイさんポッドキャストをやられてるんですね。で「チューリング・コンプリート・エフム」ってやつなんですけどそちらを聞いていて私が。でそれでこの話をしていたのでなるほどなるほどそういう記事が記事があるんだというのを知ったのかなそういう流れで、まあ、この記事を読んでで最初の方だけチラッと。 見たんですね、まあ、話そのポッドキャストの中で、えっと、インクリメンタルに作っていくんで最初はすごい簡単なのから始めるみたいなことも言ってたのでなんかできそうだなーっていう気がしてちょっとこのあの URL だけ取っといてあの後でやるみたいなとこにしといたあのしといたってかあ、ね、でや,るやりたいなーと思っていたんですけど、まあ、今回ちょっとやってみようということでやってみたという経緯がありました。 で、この資料ですね、本当に最初の方しかチラ見してなかったので、途中で終わってるっていうのに気づいてなかったんですよね、前半分、前半は。本当に。だから、まあこれを本当、最初の企画段階では、まあ一日一ステップみたいな、<laughs> 1回1ステップみたいな感じでパパパパッとやっていけば、 まあ3、40回で終わるのかなっていうレベルだったんですけど、まあこ何回まで終わるかっていうのは考えてなかったんですけど、まあ1日 1, 1ステップずつやっていけばいい感じになるんじゃないかなと思ってやったんです、全くそんなことはなくて、難しいとかめっちゃ難しかったので、そこですごい時間食ったり、あともう最後の方というか、後半は 資料という資料が、えー、ソースコードしかないっていう状況だったのでソースコード見てなるほど何やってんだっていうのを確認してって形になったのでまあ最初の方はねもう写経だったのですごく綺麗なコードで <laughs> 書いていたと思うんですけど途中からもうぐちゃぐちゃのコードになっちゃったのでそこは反省点ですねあまり参考にしてもらいたくないなと思っているところです。 はい。で、難しかったところですね。難しかったところは2箇所ありますね。一つは、えっ、ー、と、この要過失になる直前のところですね。グローバル変数の初期化とローカル変数の初期化式っていうのはあるんですけど、これがかなり難しかった記憶があります。これがですね、なんかもうこの、 後ろですねこの後ろがミニ言語みたいになっててかなり複雑な感じだったんですよね。で本当は入れ子構造にしないといけないそのネストというか再起構造にしなきゃいけなかったんですけどそれできてないのでえっ、ー、と本当に焼き付け場的な感じで作っちゃったっていう形ですね。本当はここはあのチブ CC の構造も参考にしていないなで 本当にぐっちゃぐちゃになっちゃった感じです。はい。<laughs> 本当にね、どうしようもない感じですね、ここはね。あともう一個は、型のネストっていうか、あの、配列とかポインターですね。あそこは、やっぱり C 言語で難しいって言われてるポインターは、やっぱり実装も難しかったという <laughs> 感じですね。特にその、えっ、ー、と、デリファレンスをした結果、タイプがこう、 タイプを参照するべき参照するべきタイプが変わるのでそこの制御をしっかりしないといけないっていうのがあってでかなりねこうなんだろうその時その時であここ間違えてるわっつって直してるっていうのがあるので結構いろいろやっていくとレーラーが出るみたいなねかなり難しい。 局面がいくつ何回か出てきたんですけど、まあなんとかね、それも無事解決できたんで <laughs> よかったんですけど、いつ諦めようか <laughs>、いつこう白旗を上げようかっていうのを、毎回こう思い悩んで <laughs> やってきてたので、まあね、それでも、まあ、ほぼ奇跡と言っていいんじゃないかくらいのレベルなんですけど、本当にね、セルフコンペルまで行けたっていうのはね、本当に奇跡ですね。 <laughs> 自分で言うのもなんだけど、はい、で私のね良くないところがあの性質があってあの本当に必要にならないと勉強しないっていうのが <laughs> あって GDB とかねあのコメントで指摘いただいて本当助かったんですけど GDB ね本当にあの。 セグメンテーションフォルトで止まるっていう機能しか最初使ってなかったっていうか、本当にセルコンパイー行くまでそれしか使ってなかったので、GDB もちゃんとあの勉強して使うと、そこからバックトレースもできるし、あのステップ実行もできるし、ちゃんとしたデバッカーなので、あの、ちゃんと勉強して使うことをお勧めします。はい。あの、本当にね、本当どうしようもないんですよね。で、あの、 そのコードが汚いって話に関連するんですけど、えー、BNF っていう記法がね途中であこれは違うかな BNF による生成記法の記述っていうのは今節丁寧にね最初の方で説明されてるんですよで今回使ったのは EBNF ってやつらしいんですけど、えー、と正規表現のすごい版っていう理解なんですが、まあ、こういう書き方をすると。 えー、こういう文字にマッチできますよっていうような、まあ、論理っていうのかななんですけど、まあ、これをこう使うとパーサーが簡単に書けるっていうやつだったはずなんですが途中までねこのいい BNF 記法を、えー、とステートメントとかファンクとかその上に書いてでそ,れそれ書いた内容をそのまま実装に,移す実装に落とすみたいなことを をえー、このステップステップの中ではやってるはずなんですけど途中からぶん投げちゃってもう適当にバーって書いてたんで <laughs> 本当にすいません <laughs> 申し訳ないちゃんとあのこれもやった方がいいですあのた多分ねいい b n f っていうのを書いてえっ、ー、と「焼く」っていうなんかソフトがあるんですけどそいつに食わすとあのパーサーが出来上がるっていう あのことになるはずなので、いい B.N.F を勉強すればパーサー書くことないはずなんですよ。本当はね。ただこの中ではあのいい B.N.F をこうやって書書いてでそれを行動に落とすということをするんですごい勉強になるんですけど、その点で、あの自分で全部書くっていうのはものすごく大事だなってまた改めて思いました。車輪の開発再開発やるなってよく言われるんですけど。 こういう再開発はね、一回経験した方が何かといいですね。こうなんかいろいろ役に立つ。はい。ということで、えー、C コンパイラーを作ってみるの最終回でした。次回から何をやるかっていうのはまだ決めてないので、来週までに <laughs> 決めて、また来週から別の企画をやっていこうと思ってます。 ということで、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。では次回。